それでは勝利しました DJ 社長喜びの声を聞いてみたいと思います。いやー、30万人以上の視聴者が僕のためだけにこれをつけていただき、違うぞ、皆さん僕のためだけに今日は集まっていただきありがとうございます。全然違うよ。いや拍手されるとやばいからありがとうございます。まあ本当に突然デスマッチが採用されるなんて思わなかったんですけど、僕的には美味しかったんでなんぼでもいいです。また6とか7とかやりますよね、みっくりくん。やります。出させてください。おお。10人力の次に強い人お願いします。下から順に上がっていきます。僕はお願いします。あ、そして敗れた10人2期選手にも声を聞いてみることにしましょう。やばいですね。はい、もうめっちゃ体力ありすぎマジやばいですね。俺も禁煙して1年目なんですけど、なんでそんな体力あるんですか。積んできた爆発が違うからっすよ。うおーって言ってくれない、恥ずかしいけ。俺より弱いやつ探してください次は。あざす。飲むかガキ。飲めガキ。いや、息じゃなくて、全部じゃなくて。飲み会すんなよ。なんだよこれ。何見せられてんだよ。きつ。じゃあ立て入れるか。今さ、俺のおしっこ飲む。タトゥーか選んでいいよ。俺のおしっこ飲むかタトゥー入れるか。今でいいよ。今飲むんすか。あ、いや、コンプライアンス的に大丈夫なら。ダメダメダメですよね。あ、人のチャンネルだからバンになっても俺は、はい、後日でいいですか。おマジで。じゃあ俺のしょんべん飲めよ。はい、飲みます。なんとタトゥーから。これはみくるさん。はい、 DJ 社長の優しさじゃないですか。飲めよお前も。あ、ありがとな。いやあ、勝利の美酒に酔いしれます。ありがとうございました今日は。ありがとな。私はリベンジャー受け付けるぜ。望むところで。あのバカ望まなかった。そうやん。 DJ 社長、 DJ 社長、 ありがとう、 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 ありがとうございました。 ありがとうございました。 弱いのにすいません。 すいません。 尺長くてすいません。 世界一になったるや。世界一になってやるから。